evening, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, welcome to Ultimate MC Battle 2021。Hey 先輩、俺のギターが一番土つく早いんじゃないか。俺はしっかりいただきに来てる。ケツつけんのは王者のいずれ十分。何しに来た？お前らよく見てろ、お前らよく見てろ。言われてるような一番クソ界だって時代の新しい始まりだ。よく見てるって言うけど、俺は言葉を吐いて聞いてけろ。ケロッピーじゃねえけど、足を曲げた分だけ高く飛ぶんだよ。雲の上の花を咲かすために、俺はその上を。大気圏外じゃん、ここって自由、つまりフリースタイルってこういうもんだろ。飛ぶ気があんなら立ち上がりなよ。こちらからの揺らし今発信中。高く飛ぶだけ奈落の底へ。ビート上はあんたに中指がとどめ。やる気がねえなら帰りな。俺は本気なんだよ。あんたも本気ならまず身振りから伝える努力が必要なんじゃねえか。おい、お前が高く飛んだところで行けるのは大気圏の中。俺は地球をさらばして梓2号と。うわっ、これがフワードでもいい。うわくさ、言ってることありきたり。なんだこりゃ、これがこうなってどれがどうなったの。もっと教えてよ熱いところ。13年ぶりだぜヒューが MB。 調子はどうだ、クソガキども。相手が誰だろうとぶちかますだけ。俺の言葉の刀でぶった切る。だからマイクロフォンのコントロール見せてやるぜ。俺がベテラン MC。 20年になるぜ、もう来年でだ。だから俺がかっさらってやる。ごめんね、一番ラップうまいやつを今この現段階で決めるやつだから。何年ラップをやってるとか何年ラップをやってないとかっていう関係ない話はしないでほしいな。全然関係ない、禁断の惑星みたいな感じ。ここは水がいっぱいある惑星だけど、あの滴ってた水はもう地に帰って俺は成長してる。禁断の惑星とかお前人の曲の名前言ってんじゃねえよ。ここは過酷な星だぜ。この地球を世直しするために俺はこのマイクロフォンで一本でこの思いをかけてるんだ。だから沖縄から来た仲間も駆けつけてきた。そいつらの前で負けてたまるか。だったら俺がぶちかましてやるぜ、俺の信念のマイクフォンでね。構える赤い目のスナイパー、カッポするフォースワン、破れたフライヤー、ソウルをコンパイ、街を揺らしな。10年前からイカれたコンパス、特にない安易な近道、はなからない。こっちとら先行、真っ赤でフライ、どっちがヤバい、それだけの勝負見せてみたい。よ、計り知れない俺のコンパス、お互い背負ってきてるローカル。今日は冗談冗談の方まで届かず、ミラーボールでグローアップ。アンハンブレイクダウンベビー、アンマーバーボーイ。アンまずはワンバース、これはジャブセッションじゃなくジャブ打ち込むワンバース感覚。Yeah, いいからほっとけアンダーグラウンド MC。 コストラ花からローカルミュージック、根っこが深い真っ黒ドープ。そんなとこからやってきてるこのスタイル、マイスタイル、ふてふてしい、それ証拠。ローカル育ちの根っこそのものだぜ。水をくれ、月と太陽、俺に光をくれ。今日発信源は088、俺たちマチラダマシ、叫んだって無駄、マダファーキー。ラブ前の前提、どっちかっこいいか決めろって。マジで Racing Now、 いい感じ揺れてるこの音の中、何を喋るって。前にプロプス全部いただきに来た、気づいたら俺がいただきにいた。後悔熾烈な争い、ただの4択でなら生ゴミ。好きだけど誠さんここで終わり、借りた胸踏み台で三段飛び。お互いいい年、嫁もいるし、捨てられないもんが増えたな。恥もプライドも捨てて、スタジオコーストのステージでステイし続けてやるぜ。捨てられた生ゴミみたいなとこから発芽、雑草に水をやりながらやっとここ立ってる気分だぜ。自分だけで自由だぜ、どんな音楽だってこれ突破していくぜ。当該に豪快で今日も灰色に決めちゃうゴール、最高三段飛び。道場のない足元には花は咲かない、俺たちはいつまでもローカルで歌いたい。いつまでもその重心を低くした分、向かい風浴びなくて優しく済むよな。名古屋のスティーロ、こっちとら名古屋ナンバーぶっちぎり、ハイビーム焚きまくり、
それで逃げ腰俺と目一度も会ってないし大丈夫歴史ってのは繰り返す泥沼のとこから何回だって互いがしてそして人を作って文化ってのが生まれるってのがヒップホップだぜ何もないとこから生み出すそれが音楽名古屋ナンバーだけどお前ハイロだけどやっぱ花子のツッコミみたいに見えるちゃんと俺に突っ込んでくれよいや最後の方がからしれっこ燃え尽きちゃってるこいつはもうすでにただの燃えかすだこのポケナスがここでもてなすかここでラップ持って何を話すか本当のことを話しなそうじゃなけりゃ無理だ俺たちは服着てるけど生身果たしたじゃあボケのやつが止めるのは俺あんたの栄光ももうここまでだいつものように手が伸びる優勝は俺がいただきます火花散らしたこの場いただきます目合わせまた飛び出す言葉熊本先輩に顔向けできるよ今日は勝ち取るだけ顔向けしたって別に大丈夫ラップは知識顔はかっこいいもんただただ俺より弱かったってだけただそれだけどっちがやべえこの流れの中で飲まれるはずね途絶えることはない答え探し東京砂漠の中でやんないねいやブロ勢い止まらねえけども音に乗ることもできないのかな足でかいの態度だけならいただく100万ファイトまでマジ気持ちいいこれが最高なフリースタイルラブでどうもフローもワンスイ鉛筆片手今宵も鎌倉現実離れ今日は鉛筆片手に持たずにマイク片手にかますだけだ溢れる感情が止まらねえフローを忘れるぐらいだ止まらねえお前にぶつける一挙手一投足一直線にまっすぐぶつけるだけだ投げるストレート160-70超えていくぞひょひょ投げたストレートもなくただ俺の下行くフォークなら意味がないぜフォーク俺はクールに決めるぜのんきにしてる暇もねえだろいえいえいえわかるかなかなやしねお前に負けやしね手裏剣ドラワンバラシバケエネミー全部しょったかなかわけこんにちは、はじめまして、俺たちはラッパー口から出任せばっかりな中途半端なやつだだがな、ここに来たからには本物だ岡山、ブチヤンとは違うな態度なラップ見せてくれよ、ファクター作り出しな、剥奪した自由俺たちは矛盾ぶち壊してやって踏み潰すソウル I am a fucking dope 一回戦シャモだぜ、調子郎だお前らと会えてマジで嬉しいぜ中途半端、何個とはな俺やっちゃ絶対ない From ラペセン、岡山、ウエストクラッシックレコードお前の朝十分俺にも伝わってるだからお前にも俺の魂を伝えてってわけさこんな感じどこまでも行けるこの旅は無重力のこような空間孤独な旅人合間だと合間ピートルファット BAT ここが震源地よい間違いなさそうなラッパーで安心しましたアルソックよりも安心したぜマジで言葉の価値観ねじ込んだかじかんだウゴの体作り出しながら暴走半島からの暴走列車機関車トーマス真っ黒なドーナツ穴開けたチキペンカトコパンミシェルガンエレファンよりもでかいパン作り出した俺とお前のパン俺は新規は今日ここマジのラストの MC ラストの MC 俺はエンペラーエンパイア俺にはね岡山には今日は限界はアクセルは全開単純は明快ご存知岡山ラップすら変態単純警戒全開で行くぜしかも俺はだと同じような動物よりも俺たちはそうもちろん086エリアから熱いライムここにかましに来たってわけさ OK 先行はビッグモーラー俺も一人の挑戦者よよお前知られノーデータよここでかませなきゃよねえわよ明日だったら生ハゲバカだれよ俺に立てついてみろしっかり心臓ぶち刺しなよしっかり言葉で打ち抜きなよ OK 先行ビッグモーラーこの舞台に対して何仕込んでんだ俺4度目だ何見てきてんだ4回もここで爪痕を残してんだどこで何をしてたかよく見て聞いてるやつならわかるはずだビッグモーラーやっぱタイトじゃねえマイク1本こいつバイトじゃねえいやバイトじゃねえよファイトだぜいやもしくは俺ならガッツかね勝利にガッツく言葉こめかみよ俺はファットでもラップはスナートよいつも言葉スタッカートちゃんと韻を踏むスタンダンド
ドスタンドに立つ俺が MC しっかり見せる広告のテクニックや、いやテクニックよりまたこのラップ超テクニックならこっちの方、インフンでインフンでまたスタンダードなスタイルじゃ俺は何も響かんよ。2回戦盛り上がってねから俺がここに来たってだけの話、毎度毎度ジャイアントキリング、お手の物はここ俺のもの。さっきの試合見て死ぬほどかかったエンジン、分かってると思うぜ、誰もがヒーローになるチャンスを認めてる、こんな大舞台遊ぶしかねえと俺も分かってる、だから余裕シャクシャク売りに来てるわけじゃないぜ、ラフに聞いてくれ、えいよ俺らしっかりと遊ぼうぜこの大舞台、俺がボニー倒した方がナイスバニー。ベイビーが何か求めるようなトラックのありか心のありか何をしたいか探し続けたら出たぜナイスパニック、1から10また次に繋いだ相手はゲイル、いい目をした MC だ、スクラップでも世話になった、まずはそこから始めようか、 Yeah スクラップアンドビルド、俺ら破壊と再生、なかなかクラブのない街で東京みたくサバイブするためここに足運んでる、1から10また0つけ100に変える男早朝、これが埼玉流気合で勝つ俺らスキルない、バックボーン武器でいざ尋常でしょう、 OK 10年前に撮った確かあれは B-Boy パーク日本一、その後何をするのかが肝心、それができてるのかな MC、 その中の一人たち星の数ごと溢れてきた中で何を残せるか、自分の可能性信じ切ったやつもさっきのバトルも今もそれを同じだろ、みんながレプセンしてきてんだろ、客の方ばっか見てんなよ、レプセンしてきた北の国、宮古一刀流も俺白羽取りしてやるからよく見とけ、よく書いた分よく張った分殺すぜ、新時代を作りに来た、作り笑いはやめておきな、だそうまだ気づいてない模様、ワンバース目で首は飛んでんだ、白羽取りはもう手遅れだぜ、お前のこの場はジエットだぜ、俺の2連覇感じるジレンマ、でも俺は今年こそチャレンジャー、ああ若手教えてやるよ、優勝してから正念場だぜ、だから今日優勝して俺は新しいものを作りに来てんだよ、つまりそうお前が2連覇若手が優勝最大の事件だよ、ああみんな何が見てってこいつ死ぬとこを見に来たんだろ、俺が今日は変えてやる、シーンも歴史も俺も全て、おい勢いに騙されんな、 UMB いつから続いてる、ほっとけば新しいジャンプは生まれる、俺は2連覇3人目だろうが、新しいもの作れるのどっち、お前が作るんじゃねえ、俺が続く最後のアゲハ、俺が次の歴史最初の MC さ、あーいんうわぁ判定いくぞ、よっよっ先行コーナーだっつうわったと思います。ありがとう、高校赤コーナー総運